はい、皆さんこんばんは。こんばんは。夢高 TV の時間です。今日はですね、交通事故で一番多い、怪我についてね、お話したいと思うんですけども、交通事故に遭われた方が一番多く怪我をされるのは何でしょうか？むち打ちだと思います。むち打ちですか。まあ、むち打ちというと、どんな症状でお困りの方が多いでしょうか？はい、首の痛み、首の、しびれ、あとは回線、はい、上を向けないとか。まあ、動きのね、首の動きの悪さですよね。はい、まあ、例えばですね、まあ、首が動きが悪い方、まあ、さっきも見ましたけども、はい、そんな方にどんな感じで治療すると変わってますかね。はい、例えばじゃあ、はい、こっち向いてで上向きますよ。はい、上向くと、まあ、もうちょっとこうですかね。はい、こんな感じですよね。はい、じゃあ戻してください。こんな感じの方に、まあ、首の動きを良くするって言ったらどんな感じで治療しますか？はい、この首につながっている肩の筋肉を柔らかくする治療をしていきます。うん、はい、今の治療中なんですけども、どうですか、痛いですか？痛くないです。痛くないですか。そうなんです。夢高治療院のね、夢高接骨院の、治療の特徴は、まあ、痛くなくね、安心安全に、行うということです。まあ、決してボキボキしたりとかね、そういうことはありません。はい、そしてまた上向いてもらうと、はい、お、動きやすいです。動かしやすいですよね。ということは、まあ、首のね、むち打ちであっても首の筋肉の硬さが影響しているんで、その筋肉をね、柔らかくするってことにね、柔らかくするということをね、中心に治療させてもらうと、むち打ちであってもね、改善が期待できるということですね。はい、ということで、明日から4月ですけども、4月は夢高接骨院は交通事故治療キャンペーンということでね、頑張っていきたいと思いますんで、また4月もよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺でね、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。